先月、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環である海ごみゼロアワード2020の表彰式が行われました。このイベントは国内の海洋ごみ対策の優れた取り組みを発掘し広く発信することを目的にしたもので、石原良純さんら審査委員も出席し、およそ300件の応募から選ばれた企業や団体が表彰されました。ぜひ皆さんもですね、この海ごみについて、これをきっかけに興味を持っていただければ幸いかと思います。最優秀賞を受賞したのはサッカー J2 のバンフォーレ甲府を運営するバンフォーレ山梨スポーツクラブ。ホームスタジオの売店でリユース食器を使用することでゴミや CO2 の削減につながったことが評価されました。最後は何か学校の環境教育のプログラムにこれをできればいいな。また9月12日から1週間行われた秋のゴミゼロウィークの初日にはキックオフイベントとしてコスプレで海ゴミゼロ大作戦を開催。東京タワー周辺で清掃活動を行いました。海洋ゴミの多くは町から出たゴミが大半を占め、皆さんの意識や行動が海を救います。海と日本。動画をご覧いただきありがとうございます。 SNS や YouTube のチャンネル登録もぜひお願いします。